この段階で本物とかいうやつは 100% 信用できない。でもめっちゃ売ってから本物認定も誰でも言えるしな。ミエセスがいつまで持つかやな。ただでさえノイジー冷えかけやから両翼死んだらきつい。別に持つ持たない関係なしにミエセスは使う価値がある。スイングスピード速いのは魅力しかない。あえたんノイジー4試合連続安打はぽいで。レフトをミエセスにしたいよな。ノイジーは今のままなら小野寺あたりでも代用できるし。岡田がオプスとか知ってんのかわからんけど。ミエセスは謎に評価上がってきてるな。ミエセスは打撃はともかく、守備ではこの間の打球の多い方剣ってたら、そう遠くないうちにやらかしそうやけどな。ミエセスはストレート振り遅れが気になる。ミエセスはタオがめちゃ押してるから大丈夫やとはならんのよな。同じ黒人パワー型の三振マシーンのロサリオと違って何でも振るってわけじゃないからな、ミエちゃん。ロサリオなんて適当にボール気味の変化球投げときゃ三振しとったし。ロサリオって意外に背が低くて腕が短かったから外が届かんかったやろ。ミエセスの方がでかいねん。タオ、ミエセスはキャンプの時から打つと思ってた。ラミレスにもあなたは打てると進言した。タオ・ボアは打てる。左のフィルダーだ。フィルダーも必ず打つと進言したほどだ。なんかデジャブを感じる W。